タートルさん、復帰メニューがありすぎて結局わかりません。私は何をやったらいいんでしょうか。そういったコメントを多くいただきます。お腹を引っ込めたい人っていうのはしっかりと呼吸を使った腹筋メニューをしなければいけません。要するに自分よりもレベルの高い腹筋してしまうと息止まりますよね。息吐けれませんよね。今回はお腹引っ込めたい方に絶対やってほしいメニューをまとめました。ポイントもちゃんと解説します。辛くないメニューになってます。ほとんどの方はお腹を割る、お腹の脂肪を極端に減らす、そういったことはできませんよね。じゃあ何をすればいいのか。お腹が出にくくなる姿勢をまず作る、お腹が出にくくなる腹筋群を鍛える、この2つをしなければいけません。インナーマッスルを鍛えなければいけないということです。一緒にやっていきましょう。まずは座った状態で手をお腹に当てて20秒間息を吐きます。ですが呼吸は2回、吸って10秒吐く、また吸って10秒吐く。やりましょう。スタート。口を尖らせてどんどん長く息吐きましょう。細く長く、はい、吸って吐く。ふーっとだんだん吐いていってください。お腹引っ込めながら、息止めない、どんどん吐く。 OK。 これからやる種目、今の呼吸を全部使ってください。つんばいになります。このまま体を上に引っ張ります。ぐーっと上に引っ張る、息を吐く。体を戻したら息を吸ってまた吐きます。いきましょう。体をできるだけ持ち上げましょう。はい、吸って吐く。OK です。今の感じで呼吸をしましょう。次は片方膝を前に出します。このまま腰をぐっと丸めて戻したら息を吸います。いきましょう。あと腰を丸めて息を長く吐きます。残り10秒で息を吸ってまた吐きます。どんどん体を上に持ち上げてください。反対も一緒です。片足前に出したら腰を丸めて息吐く。スタート。どんどん息を吐きましょう。体を持ち上げてね。OK。はい、今度は正座からお尻上げて気をつけです。このまま体を前にふーって倒していきたくなったら上がる。いきましょう。スタート。こんな感じ、お尻が出ないように。腰をしっかり伸ばして。OK。 次は今の状態で前かがみになる。手をふーっていきなくなったら反対に変える。いきましょう。2呼吸。スタート。しっかりね、腹筋を締めて、はい、吸って、斜め下に下ろす感じです。しっかり腹筋締めて。OK。 次は真横です。手でももの横をすらす感じ。いきましょう。しっかりね、腹斜筋伸ばして、片方は縮めて、胸張ってしっかり真横。はい、反対、息しっかり吐いて。OK。 次はうつ伏せです。肘をクロスします。このまま膝をついて同じように腰を高く上げる感じ。戻って息を吸います。2呼吸。いきましょう。あと、どんどんお腹引っ込めて、
オッケー。次は片方膝ついて、片方はつま先立ちで、これで2呼吸いきましょう。スタート。オッケー。次は足が反対です。2呼吸いきましょう。スタート。頑張って。オッケー。ラストは仰向けです。座った状態からゆっくり倒れて、腰がついたら手は上。これも2呼吸です。いきましょう。スタート。オッケー。寝たままで足を伸ばして戻す。2呼吸いきましょう。スタート OK。 ラストは足を伸ばして手は万歳。呼吸をするときは縮まる。いきましょう。ラスト。スタート。うわー、オッケー。いろんな腹筋の方法をやることで、しっかりお腹の奥まで使うことができました。2日に一遍動画を見ながらやってください。